はい、どうもタンタンでございます。久々にちょっとギターの方いろいろちょっと弾いてみたいなと思っておりますけれども、ですね、うちの方で先日オーダーをして完成してまいりましたアストリアスの、ギターになりますけれども、今日はちょっと全く同じモデルで、今回インディアンローズのモデルとブラジリアンハカランダのモデルと、作っておりますので、そのあたりこう音色のね特徴の違いなんかもちょっとぜひ聴いていただければと思って、今回ちょっと弾いてみたいと思います。まずはこちら、モデルはね、これアストリアスの、トラッド D ですね、トラッド D レベレンスのカスタムになりまして、ジャーマントップになります。でこちらはインディアンローズですね、マサメの綺麗なインディアンローズを使ってるモデル、こちらになりますね。まずじゃあちょっと感じで、摩擦点もちろんすごくありますし、そうですね、巻き弦の音が、こうあまりブライトになりすぎず、ちょっとマイルドな感じで出てくれる、それがやっぱりこのインディアンローズのモデルの特徴なのかなっていうところですね。もちろんジャーマントップのね艶やかさっていうのは当然あるんですけれども、このまずインディアンローズのこうローがねすごくずしっと効いた感じなんですけれども、こうちょっと丸、はからんだより多分丸い感じなんじゃないかなというところですね。まあこれでこれが一つインディアンローズのこのモデルの音の雰囲気というところでですね、続いてよいしょ、はい、こちらがね全く同じモデルで、ジャーマントップのこちらがブラジリアンローズのモデルですね、はい、結構ね痛めなんですが、すごく特徴的な、まあ、ブラジリアンハカランダらしい木目と言って良いんじゃないかなと思います。ちょっと光が映り込んでますが、木目なんかはホームページの写真なんかもね一緒に参考にしていただければと思います。はい、で次続いて、まあこのコード、この辺のコードだけでもちょっとやっぱり華やかさが増した感じっていうんですかね、そういった雰囲気、音の雰囲気になってるんじゃないかと思いますね。こちらの方がバンとこう抜け、なんていうかな、迫力がある感じといいますかね、音に音圧があるという、そういう雰囲気は出てるんじゃないかなと思いますね。
葉にするならやっぱこっちの方がね明らかに元気がある音っていうんですかね、音に一個一個張りがあるというか、そういうのはやっぱりこのブラスの特徴かなと思いますね。もちろんこういった音だけじゃなくて、もちろんこう張りがあってハイポジションの音もすごく華やかにスパッと抜ける感じの音かなという印象ですね。というのが、まあ、今ね全体にピックで弾いた音の印象になりますね。で、続いてまたローズの音に戻りますけれども、まあこうパッと弾いただけでもちょっと甘い感じっていうのは出ると思いますし、こう指でこうピックを使わないで弾いた時の音になってくると、今度グッとこっちの甘さっていうんですかね、すごく甘い音ですよ。ローズらしいこうまろやかさ、マイルドさがすごく指で弾いた時に出やすいで測らんだろうですね。もちろんピックで弾くよりは明らかにマイルドにはなるんですけれども、この秦のこちらのモデルでもやっぱこっちの方が少しこうアタックが強い感じの、音色に指で弾いてもなるのかなというところですね。こういった感じで非常にこう双方かなり特徴があって、まあ、使う、なんて言うでしょう、音楽であったりとかもそうですし、その方の弾き方とかによってもいろいろと、このニュアンスの違いっていうのは楽しめるのかなと思いますね。なのでそのあたり、測らんだになるとね、まあ、正直値段はかなり上がるんですけれども、そのことによってどういった感じの違いが出るのか、その辺に関してちょっと今日は、少し、弾いてみて、比べてね出してみましたけれども、このあたりも少し参考にしていただければ、ご自分のなんていうんでしょう、好みに合った方ということでもちろん良いと思いますし、これだけ違うので自分のスタイルにぴったりな方をぜひ一本、選んでいただければと思っております。ということで今日はですね、アストリアスの、2本、材料違いですか、同じモデル、トラッド D のトラッド D リベンスのうちのカスタムですね、タンタンカスタムになります。こちらの、まずこちらハカランダモデルですね。ジャーマントップ、サイドバックがハカランダのこのモデルと、
もう一つはよいしょ、同じ、はい、トラッド D の、リメダスカスタム、こちらはね、ジャーマントップのインディアンローズのモデル、今いろいろ音を比べてみましたので、ぜひ少しでもね、参考にしていただければと思っております。そしてお問い合わせの方お待ちしております。それではタンタンでした。